こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は遺憾がこれ空です。空とはこれなんぞという疑問の言葉。空とは一切のものは因縁によるもので普遍の実体はないという仏教の根本原理の一つです。とはいうものの、実感体得として空を感じるのは大変困難なことであり、それが分かれば悟ったということになります。今から遺憾がこれ空を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。